中しか見たくないからちょっと。上が前横ですね、はい、下はうつ伏せです、うん、だから丸まっちゃったので、なんとか私が指をこう1個入れたんだけど、頭、胸、お腹、はい、そうそう、これではさ、もう手が重なって胸が肺のところが分かんないですね。で、まあでも頭はこうやって逃げるからさ、うつ伏せですよ。そのまま置いて、だけどやっぱ丸まってるから頭が胸の上に入ってきてますけど、これが胸ですね、はい、でこういうところが肺だと思うんです。だから横で見たら肺の部分が何も見えないぐらいになっちゃってね。であとお腹の中ね、いつまでわかるか、ガスが溜まってますね。だから胃腸の機能が落ちてるんじゃないかなということは予想できます、はい、肺がこれではなんとも見えない。でも臭みとかないんですよね。たまにしますね、はい、どれぐらいのたまにですか。1日1回聞くか考えたぐらいです。その辺でちょっと収録していきましょう。ちょっと点滴しますよ、この子、はい、点滴して一応動かす薬で、一応薬もちょっと出してみますから、はい、まあ飲めんかったらしょうがないんですけど、はい、その AD 缶とかでもし飲めるんだったら、はい、うん、が AD 缶増やしてです、もし食べるんだったら、はい、点眼とかはできる？点眼難しいかな。でも、剛よりはちょっとやりにくいですね。ありましたっけ、なんか点眼薬って。剛の抗生物質が入ってる、はい、強い方のがあります、はい。抗生物質じゃないのにしましょうか。やれるかやれんか分かんないから。はい、だから、じゃあ、あの消炎鎮痛剤の点眼薬、はい、プラノプロフェン出してきますから、はい、で3回以上もしやれるんだったら、抗生物質やってもいいんですけどね。わからない、1回からさせないからだったらちょっとむやみに使うもんじゃないんで、はい、よし、ちょっと練習しよう。そうか、あとでもう一回体重測ってみましょうか。だいぶ出たよね。だいぶ減ってるんじゃないかな。準備ができないからね、ちょっとね。あそこで、あの、エアコンつけたで。つけて、天気の上で温度計にしとく。
準備できたら呼ぶからね。はい、すいません、サポートお願いします。ちょっとは緩んできたかな。よ、体重計持ってきた。